Hello, welcome back to another episode of Dragon Ball Z Kakarot. It's been quite some time since we've played. Apologies on that. I've been preoccupied with some other games at the moment. But I will be now continuing on to the story. And if you guys are enjoying my content, please hit the subscribe button. And I appreciate so far the few people that have actually subscribed to the channel. And I just want to thank them personally here. So without further ado, let's kick off our next episode. Ah, Gohan-chan, mou kaette kita da ka? Sou ka. So shitara Bulma-san no uchuusen ga dekiru made jikkuri benkyou shinei to na. サイヤ人たちとの激闘の末、地球は救われた。しかし、倒れた仲間たちの命を救える唯一の希望であるドラゴンボールもまた失われてしまった。しかし、神の故郷であるナメック星にもドラゴンボールが存在するとベジータの言葉から知ることができた。遥か昔、神の家だったという宇宙船を手に入れたゴハンたちは、ナメック星へと旅立つ決意をしたのだった。Okay, we're doing the Dragon Ball Z Evil Emperor Frieza. Hi, moshi moshi. Ah, Bulma-san, konnichiwa. Ara, Gohan-kun, chōdō yokatta wa. Ano sa, jitsu wa, rei no uchūsen no koto de chotto soudan ga arun da kedo.相談ですか？僕でいいんですか？ええ、よかったら西の都のカプセルコーポレーションに来てくれないかしら。はい、わかりました。相談ってなんだろう。とにかく西の都のカプセルコーポレーションに行かなきゃ。つかめ、新たな希望、遥かなるナメック星へ。もしかして、もう宇宙船ができたのかな。相談だなんて、僕に手伝えることなんかあるのかな。さあ、宇宙船の方はバッチリ完成よ。ゴハン君、出発の準備ができたら教えてね。出発したらしばらく地球に帰れないから、準備はしっかりしておくのよ。は、はい。Let's have a look around here first before we do anything.Oh, Dr. Brief. Yeah. Okay. What's that here? Okay. Hoping us to find Dragon Balls. Okay, thank you. No. You better bring back everyone. Okay, so...Let's have a quick look over here before we set off. There's a little cute puppy. So, no, it doesn't look like there's too much I can find here. Alright, you know what? Let's just continue on to the story. 出発の準備はもう大丈夫? Yep. OK! それじゃあ私は
宇宙船の最終確認をしてカメハウスに向かうわ。ごはんくんは先にクリリンくんと合流しててね。Alright, we got a bit more experience, which is good. So level up to 17. ナメック星へ旅立つ準備も整い、いよいよ出発のため一同はカメハウスに集まった。なんだよごはん、その頭。人類が初めて行く宇宙だから失礼がないようにってお母さんが。なるほどね。大変だなお前も。頼んだぞ。絶対にドラゴンボールを見つけてくれ。はい。おじいちゃん、お母さん、カム仙人さん、行ってきます。This will be a fun adventure here. We're going to. 毎日お手紙出すだよ。それじゃあ出発するわよ。目的地、ナメック星。ブルマたちがナメック星に向けて出発したちょうどその頃。Oh, cool. Now we get the place. Do we get the place, Vegeta? 基地に戻り、瀕死状態から回復したベジータは一味のボスであるフリーザの不在を知る。フリーザはベジータたちが地球で手に入れたドラゴンボールの情報をもとに。So for those of you who don't know the Dragon Ball series too well, Frieza is one of the most strongest being in Dragon Ball series. He was born gifted with a high power level. So, すでに精鋭の部下を連れてナメック星に向かっていたのだ。永遠の命と若さを我が手にするために。先を越されたベジータは焦り、すぐにフリーザを追ってナメック星に急ぐのであった。フリーザが不老不死なんかになったら、宇宙の終わりだ。そうはさせんぞ。あれは俺のものだ。そしてブルマたちが地球を立ち34日目、ついにブルマたちはナメック星へたどり着いた。やったー、ナメック星到着。 The planet Namek has a very similar gravity and appearance to Earth. ここ、僕がピッコロさんに修行してもらったところにちょっと似てる。早速ドラゴンボールを探してみるわよ。ほらほら、これ見てよ。反応がやっぱりあったのよ、ドラゴンボール。本当だ。So Bulma's Dragon Radar looks like it can also be picked up where the Dragon Balls are, similar to Earth and now to the ones in Planet Namek. やったやった、ひゃほひゃほひゃほ。ん？クリリンさん、あっちに強い木が。木？本当だ、やたら強そうなすごい木ばかりだ。それにちょっと邪悪な感じの木が、どういうことだ？大丈夫だってば。それに、そっちの方向なら、ほーら。レーダーの反応で、ボールが4つ集まってるところじゃない？そっか、そうだよな。なんだ、ナメック星人たちなんだよ。ビビって損しちゃったな。
the same pod. どこかで見たことが。サイヤ人の宇宙船だ。やっぱり。ご飯、気配を消せ。悟られるぞ。はい。ベジータだ。あいつしかいない。Bit of a crater that this Saiyan spaceport has created. フリーザの野郎め、ドラゴンボール、絶対に渡さんぞ。ブルマさん、地球にこのことを連絡したら、一人だけで帰ってください。俺たちは残ってドラゴンボールを集めてみます。いいな、ご飯。わかったわ。とりあえず、亀爺さんにこのことだけ連絡する。地球に帰ったら、孫くん乗せてまた来てあげるから、往復で2ヶ月ちょっと、待っててね。はい、2ヶ月。2 months is a long time. え？そんな。ちょっと、なんで、またあれが来るわけ？いや、聞きたいのはこっちですよ。Oh my goodness, what's happening? ありました！フリーザ様！おお、よしよし。これで、あと3つになりましたね。大切に持ってなさい、ドドリアさん。ベジータが狙ってるらしいですからね。フリーザ様、たった今ベジータを追ってキュイが到着しました。そうですか、早かったですね。それと少し前に現れた2つの大きなパワー反応は突然消えたままです。反応のあった地点を探らせておりますので、間もなく正体がつかめるでしょう。まあ問題は私に逆らったベジータの始末ですけどね。まったく、この私を差し置いてドラゴンボールを手に入れようなどと考えるとは、見くびられたものです。ベジータであれば、キュイがそのまま始末に向かうはずです。あの二人は嫌い合っておりましたので、実力はほぼ互角のはずですから、どちらにしてもベジータは、ただでは済まんでしょう。And the characters look very well drawn and very to the anime style. ベジータ、このキュイ様が片付けてやる。I should say not anime style. I should say Akira Toriyama's design. そう。だから孫くんたちに伝えて。頼んだわよ。じゃあ。それじゃあ私は地球に帰るわ。頑張ってね。すぐに孫君を連れて戻ってくるから。ん？クリリンさん、誰か来ます。え？サイヤ人？違う。ベジータじゃない。もっと弱い気だ。多分、ナメック星人だ。この辺りのはずだが。ん？ Who are these people?ん？フリーザ・フォース・ソルジャー・ A。ありゃ。え？ナメック星人じゃないわ。ナメック星人じゃねえみてえだぜ。何者だ？見たかよ。こいつら戦闘力なんぞほとんどねえゴミだぜ。ただの旅行客か。ま、この星にいる奴らは皆殺しにしろって命令だ。逃げられちゃ楽しみがなくなる。とりあえず、あの宇宙船をやれ。よし。I'm glad that they actually expanded the story a little bit here. So this is something that didn't happen in the actual manga here. Just, didn't want to spoil it, but
This is something new I've never seen myself, so let's keep watching. Ah! 宇宙船が! ハハハハ! 運の悪い奴らだぜ! こんな時にこんなところへ来るとはよ! ごはん、木を解放しろ! こいつら大した奴じゃない!やるぞ。はい。Okay, looks like now we're gonna get Krillin as a support character. This big guy keeps hitting me.なんだこの戦闘力の数値は。やった。そんな。All right, let's just take on the big guy first. Big guy just keeps hitting me. What's going on? なんだと? Okay.That was a little bit confusing, that fight. Keep getting hit everywhere. Hey! Nice, nice! Nice じゃないわよ! フリーザ様、先ほどの2つのパワー反応、どうやらただものではないようです。また戦闘力が一瞬上昇し、偵察の二人を倒した後、再び反応が消えました。それは妙ですね。ベジータでもなさそうですし。はい。ベジータとは反応が違います。戦闘力は二つとも1500ほどでした。1500ですか。放っておいてもどうってことはありませんが、態度が良くなさそうですね。今度見つけたら消してしまいなさい。ベジータの始末はキュウイさんにでも任せましょう。Oh, this looks interesting. Do we get to play as Vegeta? 聞こえてるか、ベジータ?フリーザ様の命令だ。これで堂々と貴様を殺せるわけだ。笑わせるな、キュウイ。貴様にこの俺が殺せると思うのか。はっはっは。貴様の目は不思議なか。スカウターをよく見てみろ。俺様の戦闘力の方が明らかに上回ってるぜ。Oh, we do get to play. Let's freeze this ship. Not only do I get to rip Q limb from limb, but I get to scrap Freeze's ship too. Alright, so it looks like Vegeta's on level 23. Let's find Q and put him in place. Let's just quickly have a look at Vegeta's little level. And let's see some of his skill trees that are currently available to him. So we've got Body Smash, Meteor Hammer.Gallic Gun, that's very important. Consecutive Energy Blast,
Alright, let's do Supreme Power. That will be very good. Alright, and we've got Heavy Blow. He needs to learn that. Okay, and this one here, Rapid Fire Key Wave, which is manual aim key volley with homing properties. Alright, I like that sound of things. Alright, well, we can't get it. Alright, so now we obviously have to go to Skill Tree. Okay, so we've got the consecutive Gallic Gun Meteor Hammer. So let's equip that. Also equip Supreme Power and Heavy Blow. Alright, looks pretty awesome. We have to play with Vegeta here. Alright. まさか貴様の方からやってくるとはな。よほど命が惜しくないと見える。ベジータ、腕を落としたようだな。その戦闘力じゃ、貴様に勝ち目はないぜ。じゃあいいものを見せてやろう。この俺が地球に行ったとき、奴らから面白いことを学んだ。け、逃げ足の速さをか？戦闘力のコントロールをだ。バカな。19000、20000、20000、22000、どう？Wow, here we go. Koshou da to wa omou ga. Vegeta ni set shita scouter no suuchi ga 22000 wo koeta atari de. 22000 da to?お前のスカウターは旧型だからな。俺ので正しい数値を調べてやる。そんなバカな。俺の新型も故障か。24000まで上がっている。24,000 power level。我々の戦闘力を上。死ね。 Oh yes, we get to play as Vegeta now. 俺とお前は互角の強さのはず。マヌケめ。この俺は絶えず実戦で戦っていたんだ。地球じゃ死にかけるほどの戦いだった。フリーザのところでぬくぬくとしていた貴様といつまでも互角だと思うか。Oh, Vegeta is so powerful. Alright, dodge. No, you must be tight now.待てよベジータ、いいことを思いついたぜ。俺も一緒にやらせてくれ。手伝ってやるぜフリーザ様。いや、フリーザは俺も前から気に入らなかったんだ。悪くねえだろ。くだらん嘘をベラベラと、とことんムカつく野郎だぜ。ゲッツ、ゲッツ、ハッハッハッ、ギャリックホード。Now let it survive a little longer. There we go. Whoa, huge amount of experience.
汚ねえ花火だ。ベジータの24000って数はやっぱり本物だぜ。あっさりとキュエのやつをやりやがった。驚くことはないでしょう。ベジータは絶えず最前線で戦ってきたわけですしね。それにしても無謀でしたね。この私に表立って反逆し始めるとは。フリーザ様、あちらの方向にナメック星人10匹ほどの反応が。わかりました。持っているといいですね。5つ目のボール。さあ、行きましょう。Okay, now Vegeta's on our community soul emblem, which is good. We need that. もうダメよ。もうおしまいだわ。もう二度と地球には戻れないのよ。ブルマさん、とりあえずここを離れましょうよ。もっと強い奴がやってくるかも。まずどこかに隠れないと。ナメック星人さんの家とか、洞窟とか。なんとかなりますって。きっと、ナメック星人さんが宇宙船直してくれますよ。いいわね、楽観的で。Alright, so it looks like you cannot fly off 5 key blasts while moving here. So we need to search for Namek for a safe place to hide. So, but I think this is where I will stop it for now. This has absolutely been a fun game and I'm enjoying every moment of it just like the manga and anime has done. Look, if you guys are enjoying the video, please give me the like button and do subscribe for more video content coming very soon. But for now, I'll see you in the next video and take care.